おい、忘れたのかよ。あいつは新の城、オイラたちが稲妻に来たばかりの頃、あいつと一緒に柊木千里を護送して離島から脱出しただろ。で、隣のやつが一平、九条釜路の家来だな。オイラたちが A と一緒にいた時、九条釜路がいなくなったことを教えてくれた人だ。ふふん、これも案内役として当然の務めだぜ。とりあえず挨拶しよう。おーい、一平、新の城、お前ら何やってるんだ。おや、あなたたちは。いつぞやはありがとうございました。実はこの店で服を仕立てようとしていたところ、たまたま彼に会ったんです。君たちも知り合いだったんですか。ええ、以前釜路様と一緒にお世話になりまして、ただその後なかなかお礼を言うことができなかったんですよ。そちらはどういうお知り合いで。前に千里様が彼を護衛役に任命したことがあったんです。まあ実際はそれを利用して離島から脱出するのが目的だったんですが、偶然その時に。世間って狭いんだな。まさかお前たちが知り合いだったなんて。ああ、いえ違います。僕たちは初対面です。服を仕立てに来た彼とたまたまここで会い、雑談をしていまして、そうしたら次第に釜路様と千里様に関する話題になり。ああ、これって話して大丈夫でしたかね。心配いらないと思いますよ。お二人ともずっと前から知っていますから。あ、そうそう、確かその二人から手紙を届けてくれって依頼されたんだよな。あいつらってもうかなりいい感じの仲だったよな。まさかあれからさらに進展があったのか。ええ、そのことで僕たちも近々何かあるんじゃないかと睨んでいるんです。例えば正式に婚姻を発表されるとか。わあ、めでたいぞついに結婚するのか。まあただの憶測に過ぎませんけどね。正式な発表を前に聞きに行くのもはばかられますし。ただ宴用の礼服を仕立ててくるよう命令されたんです。そしたら一平さんも釜路様から同じ命令を受けていたみたいで、両家が同じ時期に宴の準備をしており、さらに酒や食材類も大量に購入しています。これはもう婚礼の式を挙げると考えて間違いないでしょう。それにここ最近千里様はとても上機嫌で、しかも体重を減らすために食事を減らしているという噂まであります。つまりそういうことなんでしょう。うんうん、いいことだな。でもどうかしましたか。ああ、私の気持ちなら心配する必要はありません。千里様が思い人と結婚できることを心から喜んでいますから。ええ、そうですよね、僕もそう思います。でもあまり喜びすぎるのも良くないでしょう。ただの誤解で私たちがぬか喜びしているだけかもしれません。今のところ確たる証拠もないですし、招待状を届ける仕事などを任されていたら確証を持てたのですが。新の城、全然大丈夫そうに見えないな。すみません、実は最近寝不足が続いておりまして。お恥ずかしい話です、仕事中にこんな疲弊していては勘定奉行にも迷惑ですし、千里様にも顔向けできません。二人の婚約について心配しているのですか。いえ、そういうわけではありませんが、どうも心がモヤモヤしていまして。その気持ちよくわかりますよ。モヤの中にいたら不安になりますし、安心して喜べませんもんね。どうする、オイラたちが聞いてきてやろうか。直接聞くのはさすがにあまりよろしくないのでは。それだ、彩香が知ってたら確実にわかるな。シャブ業を巻き込むのもそれはそれで良くないかと。
本当に助かります。真相さえ分かれば思いを巡らすこともなくなりますので。じゃあ早速神里屋敷へ行こうぜ。ここを訪れるたび優雅で立派な佇まいには圧倒されますね。本当に美しい場所です。では我々は迷惑をかけないようここで待っています。おい、綾香はそんなこと気にしないと思うけど。いえ、たとえ勇気を振り絞って行ったとしても何をしたらいいか分かりませんし、それにもし失言なんかしてしまったら僕たちは遠慮しておきます。そっか、じゃあすぐ戻ってくるからここで待っててくれ。盤面を見ずに今の一手でこちらの布陣を崩すとはさすがです。さて次はどう打つか。君たちか、久しぶりだね。悪いな、お嬢ならちょうど外出中なんだ。おや、この声はトーマ、もしかして九段の旅人さんかい？ご明察。はじめまして、彩香から話は聞いています。お会いできて光栄です。社奉行上里家当主上里綾人、以後お見知りおきを。